マウソロス霊病のミニチュア模型アヨワ州キーウェストにあるセントジョセフ大聖堂霊病。この霊病は従来の霊病地下墓室に加え納骨堂も持っている。ローレルグレン霊病、マウソレウムとは亡くなった指導者のために構築される大きく印象的な墓を指している。後に亡くなった個々の人々のための地下墓室を含んでおり、近代のものは 従来の霊病地下墓室に加え、納骨堂を持っている。現在では、教会のような大型施設の一部になっていることもある。ロサンゼルスの聖マリア大聖堂は、埋葬のための六千のミササギと納骨堂のスペースを持っている。英名のマウソレウムは、カリア国を統治したアケメネスアサペルシアの王、マウソロスの霊病が由来である。マウソロス霊病は、 ハリカルナッソスの霊廟としても知られ、世界の七不思議のうちの一つである。ニューヨークにあるグラント将軍の墓はマウソロス霊廟を参考に作られた。他にはスプリングフィールドのエイブラハムリンカーンの墓などが有名である。聖人などを祀るところがヨーロッパに多い。かつての社会主義諸国では、建国の父を生前の姿そのままに永久保存する。 形の病がよく作られた。今日でも、モスクワの、レーニン病をはじめに、北京の、モーシュ赤記念堂、ハノイの、ホーチミン病、ピョンヤンの、キンシュウ太陽宮殿などに見ることができる。共産権以外でも、ケマルアタチュルク、ムハンマド・アリー・ジンナー、マニュエル・ケソン、サパルムラトニ・アゾフ、ルー・ホーラー、ホメーニー、スハルト、モロッコ国王ムハンマド5世の霊病も作られた。 イスラーム世界における病は多くの場合、葬られている人物の墓に付属する施設である。聖地マッカへの巡礼に合わせて預言者のモスクを訪れたり、シーア派の信徒がイラクにあるイマームたちの母病に参詣するなど、母病は多くのムスリムから集計を集める存在である。サウジアラビア・マディーナにあるムハンマドの母病である、預言者のモスクや、 イラクナジャフにあるアリーの母病などが知られる。母所とされる場所が複数ある場合は病も複数存在し、アリーの母病と称するものは、ナジャフの他にも、アフガニスタン・マザーリ・シャリーフなどにも存在している。スーフィーたちを祀る、聖者病も各地に存在する。スーフィズムでは、聖者崇拝が盛んで、母病への参詣によって様々なご利益に預かることを期待する信徒も多い。 小規模な母病も多いが、世界遺産であるホージャー・フマドやサビー病や今夜にあるジャラール・ウッディーン・ルーミーの病といった大規模なものも存在する。もっとも、イスラームでは偶像崇拝を否定しているため、聖者崇拝や母病の聖地史を信仰からの逸脱とみなす厳格な考えも存在しており、過去にはワッハーブ派の第一次、サウド王国が、 各地の聖者病を破壊するという出来事も起こっている。王公や学者などの病も存在する。ダマスカスのサラーフッティンの病や、アブーハニーファやシャーフィーといった著名な法学者の病、ムガル帝国における、隠し母病建築などがある。ムガル帝国の母病建築には美しいものが多く、第二代皇帝フマーユーンの母病であるフマーユーン、病や、第五代皇帝シャージャハーンが、 コーヒムムターズマハルの母廟として建設したタージマハルはイスラーム建築の手法とも言われている。ありがとうございます。